9時27分、終点の秋田には9時40分の到着です。終点の秋田には9時40分の到着です。2両で運転をしておりますが、お手洗いとくず物入れは前の車の後ろ寄りについております。お手洗いとくず物入れは前の車の後ろ寄りについております。車内は禁煙になっております。また各車両に優先席を設けております。オレンジ色の吹いてのあるところが優先席です。優先席付近では携帯電話の電源を切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。ドアは自動では開きません。降りの際にはドアの横を上にあります開くと書かれたボタンを押してください。ドアを閉める際には前のお客様にご注意願います。節電のため蛍光灯の数を減らして運転しております。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。 JR 東日本では4月1日より消費税率引き上げに伴い運賃を改定いたします。3月末は駅窓口が大変混み合うことが見込まれますので、駅の営業時刻をご確認の上お早めにお買い求めください。なお駅券はご利用開始日の14日前からお買い求めいただきます。詳しくは駅に備え付けのポスターをご覧ください。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。次は早口に止まります。
早口の次は高野署に止まります。まもなく早口です。
は左側です。乗り換えのお待たせいたします。愛川は今井座方面下り鉄道阿弥陀行きは下り鉄道乗り場から8時25分発車です。下り鉄道阿弥陀行きは8時25分発車です。鷹の巣の次は二つ駅に止まります。まもなく鷹の巣です。Thank you.
でございThank you.
お疲れっす。俺、稲川講習会です。あの、スキン。あ、違うです。わかっちゃう。稲川講習会。おぉ、トイレおぉ、久しぶり。トイレ。いや、俺もちょっと来てるんですよ。あっちです。久しぶり。おぉ、久しぶりっす。覚えてますか？はい。これでやるのかな？え、やめますか？車じゃないですか？次は東の城に停まります。
東の城の次は森竹に止まります。まもなく東の城です。
エクスプレス車の秋田行きです。これから先の列車行きは折竹、八郎潟、川桜、大久保、追い分け、釣崎、終点秋田の順です。途中大分線には忘れ物を出せませんようご注意願います。主な駅の到着時刻をご案内いたします。八郎潟には9時12分の到着です。追い分け9時27分、終点の秋田には9時40分の到着です。2秒で運転をしておりますが、お手洗いとくず戻りでは前の車の後ろ寄りについております。お手洗いとくず戻りでは前の車の後ろ寄りについております。車内は禁煙になっております。また各車両に優先席を設けております。オレンジ色の地域のあるところが優先席です。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお受けください。ご協力をお願いします。ドアは自動では開きません。降りの際にはドアの横上にあります開くと書かれたボタンを押してください。ドアを閉める際にはマイク様にご注意願います。接待のため変更灯の数を減らして運転しております。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。次は折竹に停まります。Oh!
何なの？春なんですか？
影してきたらもうやばいな。ここどこ？思ったよ。全部家違うって言った時に。強い人が出てきたのか。一年生強くね。先生弱い。やってたの。動いてるっていうか。
Thank you.
川さくらです。Thank you.
まるぐらい。Thank you.
3番線到着、出口は右側です。振り替えのご注意します。ただ、名越脇本方面、小松線の大行きは到着したホーム、同じホームの向かい側2番線から10時36分の発車です。小松線の大行きは2番線から10時36分の発車です。追い分けの次は辻崎に止まります。まもなく追い分けです。
七崎です。降り口は右側です。次は終点のあちらです。
4番線到着降り口は右側です。取り替えのご提供します。秋田新幹線小町16号東京行きは12番線から10時6分の発車です。小町16号東京行きは12番線から10時6分の発車です。大曲り横手伊沢方面大瀬普通列車の新庄行きは6番線から10時22分の発車です。大瀬普通列車の新庄行きは6番線から10時22分の発車です。宇野本庄方面羽越線普通列車の坂田行きは3番線から9時49分の発車です。羽越線普通列車の坂田行きは3番線から9時49分の発車です。ご乗車いただきましてありがとうございました。まもなく終点の秋田です。お湯さんには車内にお忘れ物をなさいませんようご注意願います。あれが早い。